期売期ある意見の形成過程についてお話しいただきます。じゃあどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。おはようございます。海洋研究開発機構対海洋総合材研究分野の本部工作です。今年からイアンズオフザマリタイムコンテンツ海大陸観測年ということで、インドネシア周辺の、対海洋総合作用観測を、まあ、強化というか国際観測ということで、今年来年といろんな国がやるんですけど、ジャムステックが主導するプロジェクトなんですけども、それ主導する上で、まあ、それに先駆けて2015年にプレバ MC っていうですね、前もって、まあ、どの程度の成果が得られそうかというのを、まず先にやった時の観測データから、海洋の中の方のお話をしたいと思います。で、プレバ MC の、まあ、成果いくつかもう出てきてますけども、観測期間中に、まあ、MGO が、まあ、見事通過しまして、まあ、それはそれで大気観測の解析としては非常にいろんな成果が出てくるんですけども、まあ、MGO のような、まあ、強い強制がかかった時に、まあ、海洋側の反応がどういうふうに起こるかということも、まあ、大気海洋相互作用の中では結構重要な感じだと思うんですけども、まあ、その時にですね、混合層って一口に言ってるんですけど、その中に、まあ、僕も2年前まで知らなかったんですけど、バリアレイヤーっていう、まあ、ちょっと特殊な構造があってですね、まあ、それについて、今JPGU のジャパンの方に投稿してます。で、まあ、それの中身でちょっと定量的なことを少しできるだけ話したいなと思います。で、プレバ MC はですね、2015年の11月12日、12月に、未来と、まあ、陸上観測で、まあ、この辺、スマトラのかなり沿岸のところで日偏化降水と MGO 両方捉えようという観測です。で、まあ、海洋側ももちろん観測してるんですけども、概要からそのスマトラのこれ50キロぐらいのところまで近づいて観測してるんですけども、まあ、そこに入っていくときに、ここの沖合にですね、これは海底地形なんですけども、海嶺構造があって、それをまたぐと内側はすごく浅くなっているという海底地形になってます。で、この内側はですね、概要と全く違う環境場になってて、これは、こっち側が岸側、で、こっち側が概要側で、深さ方向の、流速ですね、海洋側の流速を表してるんですけども、まあ、赤いのが、まあ、速い流速を表して、まあ、概要だと50センチから100センチぐらい動いてるんですが、内海に入ってきてしまうと、まあ、海嶺で隠れた内海に入ってきてしまうと、もう極端に動かなくなる、ほとんど水平流が効かない世界になっています。で、まあ、そういう場所で、MGO が2015年の12月13日に通過して、西風が強い西風が吹いたという時に、概要側での混合層をかき混ぜていく過程と、内海で水平流が全くなくて、なおかつですね、塩分清掃が全く違うという時に、まあ、海面水温の下がり方と全く変わってくるということをが起こるんですけども、どうしてかっていうと、これ海洋の深さ方向の、まあ、混合層のこう、まあ、典型的なプロファイルだと思ってください。で、温度は、まあ、例えば混合層をかき混ぜられますねという時に、普通は塩分も、まあ、同じようにかき混ぜられてるはずなんですけども、ここの領域はですね、日偏化降水が大量に降り続いているので、ひたすら表層の塩分が下がり続ける、薄められ続けているので、ここの延直経度がずっと残り続ける。そうすると、実は等温層ではあるけど、密度で見ると等密度ではないみたいなこと、ずれが生じてきて、で、厳密な意味での混合層というのは等密度層というので、そういう意味では、まあ、ほぼ10メートルぐらいしかないんだけど、等温層としてはもうちょっとある。これが乖離するところ。等温層と等密度層の差をバリアレイヤーっていうんですけども、これがあると、熱の出入りの仕方が全く変わってしまうということで、まあ、これがまあ急激に分厚くなるとか、あるいは分厚いものが存在しているとかっていうふうになると、まあ、相互作用のプロセスも全く変わってくるということです。で、時系列で、バリアレイヤーがどういうふうに発達したか、でそれ何をもって劇的に出ているかというとですね、12月7日から17日までの、この青線が等温層ですね。
で黒線がバリアレイヤーの層圧を示しているんですけども、MCO が通過した12月13日に、突然5メートルぐらいだったものが60メートルにバーストがある。で、1回ちょっと下がりますけども、最終的に80メートル以上までバーストになるというふうになると、下の冷たい海面水温みたいなもの、海水温みたいなものが上がってきにくくなるので、そうすると、海面水温も逆に今度は、いくら熱を奪っても下がりにくくなるという構造に変化していきます。で、これをもって、こういうことをもって劇的と表現したところまでは、定性的に前回お話ししまして、で、何によるかと、西風強制があると延長混合するでしょう。それはそうです。で、もう一つは、海洋内部の話として、水温逆走自体が長い時間かけてどんどん沈降していくというフェーズにあったということがもう一つ重要だったと、定性的には前回まで議論したところです。で、これをですね、できるだけ定量的にどういう式で書けるかと、で、どういう効果が重要なのかということを、今回ちょっとやってみたい。で、バリアレイヤーの、言い換えると塩分の延直経度がどういうふうに時間発生していくかということなんですけれども、その天然死っていうのはどういう項に分けられるかというと、当然水平流、電直流があって、で、ティルティングっていうのはですね、もともと水平経度があるところに、流速のシェアがあると、傾いて、結果的に傾いて、塩分清掃ができると。で、もう一つが、もともと塩分清掃があるところを、延長方向に引き伸ばすというのは、さっき言ったケルビン波の沈降みたいなものがあると、全体的な層が引き伸ばされていくので、そうすると、元々の塩分清掃があるところで引き伸ばしが効いていくと、それもバリアレイヤーの層圧が増えていくということになります。で、最後の項は、外部強制項みたいなものなんですけども、雨が降って上が薄まってしまう。で、それがかき混ぜられていくというプロセス、2段階のプロセスをここに押し込めてるんですけど、表層に雨が薄まったという、外部からの海に対して外部からの、入力みたいなものがあると、それも効いてくれると。で、これは MGO の効果というのはこういうところに入ってきます。で、これをですね、定量的に見積もりたいんですけど、実は定点観測のもので、未来の1点だけのデータしかない。そうすると、さっきの項、どう考えても水平移流とか、テリティングとか、見積もるのは厳しいわけです。で、定量的にしたいんですけど、できるのはオーダーぐらいまでかなと思って、でもできるだけオーダーぐらいは合わせてみようというのが今回の、取り組みです。で、唯一観測から直接ちゃんと出せるのが、この、もともと求めたい塩分延直経路の時間発生変化法だけは、一点観測でもそれを出せるわけですけど、延直微分して時間変化を取ってやると、赤色のがプラスですね、青系がマイナスなんですけど、下の方で増えて上で減ってるっていうことは、上の延直経度が下に行くということが、ペアがあると、バリアレイヤーの発達を、意味するわけですけど、そういうイベントが3回ぐらいあるわけですが、期間最後に取られた MGO によるものが、一番激しいということはこれで分かると思います。で、ペアであるだけで、とりあえず延直コンボっぽいなというふうには見えるんですけど、ちゃんと一応分解していこうということです。で、従来の研究ではですね、水平移流が本当は概要では一番効くとされているんですけども、最初に言ったように、流速が非常に小さいので、オーダーをこういくつか見積もっていっても、だいぶ小さくなってしまう、3桁ぐらい小さくなってしまいます。で、意外と延直移流の方がちょっと大きいということと、ティルティングも結構過去の研究で有名だったんですけども、逆センスに効いてしまうので、これもあまり効果がない。で、ケルビン波の伸縮項に関しては、オーダーとしては1
ちょっと下ぐらいなので、まあまあ来るだろうという形になります。で、延長格差についてはですね、まあ、ほとんど3つの方がちょっと厳しいんですけども、だから幅が出てしまう、オーダーとしても幅が出てしまうんですけども、これを、まあ、ちゃんとやるために一応延長混合の1次元のシミュレーションをやってみて、まあ、観測ではこういうふうに、トーン層が下がっていって混合層がこうなるというのをですね、まあ、半分ぐらいは、単純な1次元シミュレーションでも厚さを説明できるということが分かったので、まあ、オーダーとしてはまあこんな感じで大まかに見積もることができて、まあ、延長拡散の方っていうのがバリアリアの層圧の劇的な発達に対しては、まあ、半分ぐらいは説明する分項として、まあ、それを観測で唯一非常にオーダーも難しかったんですけども、そこはまあモデルで補って、まあ、半分ぐらいは説明できるということが分かったということです。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今の発表について何か質問のある方いらっしゃいましたらお願いします。最初の方でなんか内界と外界でなんか違うとおっしゃってた、はい、こととこのバリアレイヤー の, その形成要因はこれは どっちで計算されてるんですか。ですね、内界と外界の、まあ、大きな違いは流速の違いを指摘したんですけども、はい、外洋だと水平気流の方が圧倒的に大きくなってます。でその次にティルティングにも流がかかってくるのでそれもかなり効いてくるというのは過去の研究で言われてるんですが、内海だと、まあ、予想はされるんですけども、その方が小さくなるということは予想はされるんですけども、そういう観測がなかったので、ああ、まあ、そういうことを示すことは。これは内海の内海の方が完全に内海の方が。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。内容でした。そうそう時間になりますので、はい、ありがとうございました。